いただきましてありがとうございました。今日はごめんなさい。どうも。失礼しました。高野さんどうも。ごめんなさい。失礼しました。遅れて。ちょうど間に合って。失礼しました。ごめんなさい。私の不手際で、今日、次第を持ってくるのを忘れていまして、申し訳ありません。で今日は福井さんの方にコロナやっていただきたいと思うんですけれども、まず最初に委員長の、石田先生から。皆さんどうもご苦労様です。やっぱり、志立てて続けるということが大事ですから、いただいた皆さんの心出しに対して感謝申し上げます。最初今日福井さん介護のこと、これはやっぱりね、誰でも倒れるんです、これ本当に、だから誰でもね介護かかるんです、これ、だからね切実な問題ですからね、やっぱり自分自身やっぱきちっと、今は元気でいいわと思っててもね、簡単にね人の世話にならないからね、これ、そういうところから勉強したい。よろしくお願いします。今日は皆さんご苦労様です。今日は福井さんの方から介護福祉についてお話を、まさにこのコロナにふさわしいテーマ、先週の林業の話も皆さん好評で面白かったということで、今日は大変期待をしております。この間からもう報道されてますけど、いろいろこれからの地域医療の在り方っていうのも、収容所収容の設定等の中身を見て、どんどん病院から外へ追い出して、地域でもこう面倒見ろという、これはもう医療費を抑制するには致し方ないんでしょうけど、どんどんその地域が担い手になっていくという方向ですから、まさにそういう点でも、今日の話は、実際にどうもこのだろうと期待しております。よろしくお願いします。今日は自由方の人と連絡するので、今日はフォーラムの少し前に運営理事会を行いまして、今のフォーラムの下部組織をちょっと作っていこうという方針をちょっと決めさせていただきました。で、この場にお集まりいただいた皆さんの他にですね、若手を中心とした塾というとちょっと業務主義ですけれども、そういったものを下部組織として作っていこうと、でこれからそういったものの、組織づくりを我々の方でやらせていただきますので、逐次皆さんの方にはご相談をさせていただきたいと思っております。であと今日奥村さんの方からコーヒーを差し入れでいただきましたので、ありがとうございます。早速委員会の方に入らせていただきたいと思います。福井さんの前に私の方から2つ資料を、新聞日経ビジネスと日本経済新聞の方、介護のところで今話題に上がっている2つのことをちょっと印刷させてもらいました。で1つはやはり介護現場で人が足りてないというところの問題がありまして、超介護制というちょっと極端なこれ内容になっているんですけれども、そういったものが言われるぐらい人手が今足りないような現状が言われているということと、もう一つはこれ最先端の分野で介護ロボット、日本よりも欧米の方が進んでいるようなんですけれども、人が介護のところでロボットの活躍が今後期待されていっているというようなところで、非常に介護というこれまでの分野ではあるんですけれども、最先端といいますか、そういったところで注目されている部分であると思います。で、よろしくお願いします。で、福井さんの方に簡単に、ご紹介というか、僕からお願いいたしましたら、よろしくお願いします。福井と申します。よろしくお願いします。私は主に介護事業を主としてやってまして、で、メインは通所介護。言いまして、デイサービスと言われるものを主としてやってます。でデイサービスの他に、居宅介
介護支援事業所、あのケアマネージャーが見る事業所ですね、居宅だとか、あとは保険外サービスで、まあ保険では対応できない分野に対しての保険外サービスをメインとしてやってます。で、まあ、今日はあの介護保険のことを細かく話をしてもですね、あの面白くないの で、 であの僕もあの基本的にあのその保険料がいくらであれこうでって専門的なことを話しても多分伝わらないので、もう本当にあのこの介護というものの根本というか、あのそこの辺のご説明ができたらいいかなと思って、今日はちょっとあの幼稚にわざとにこうあの作ってきたんですけども、ちょっとあの分かりやすくですね、ご説明ができたらいいかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。じゃ早速よろしいでしょうか。今日はこの介護福祉っていうものについてのお話になるんですけども、まあ、そもそも、まあ、福祉って言ってもものすごいアバウトでして、まあ、保健福祉だとか地域福祉、児童福祉、障害福祉、まあ、高齢者福祉とかたくさん福祉の分野ってあるんですけど、その中の一つの高齢者に値する介護福祉について今日はちょこっとお話をさせていただけたらなと思ってます。じゃあそもそもじゃあその介護って何っていうところからなんですけど、まあ、介護というものはまあ、援助が必要な人に、まあ、日常生活におけるケアっていうものを、まあ、することが、まあ、一つの介護として言われております。で、まあ、例えばその心身に障害があってもその人らしい生活習慣をできるだけ尊重して援助できるようにすること、そういったことが、まあ、介護なのかなと僕自身思っております。で、まあ、介護を、まあ、細かく噛み砕いていけば、お風呂、入浴、お風呂に、まあ、入るお世話をさせていただいたり、排泄ですね、トイレ、おむつ交換等であったり、なかなかこう自分でこう食事が飲み込めないとか、いろんな部分に関してはこう食事を通して、お世話させていただく、こういったことが、まあ、僕ら現場でやってる介護になります。で、まあ、その介護って言っても、僕らすごくこう今昔10年前の介護と今の介護と全く違ってきてるのは、かなりこう医療の要求が増えてきてまして、看護的なものもやってよいというものがこう枠が増えてきて、昔僕が介護を始めた頃っていうのはまだ爪切りもしちゃダメだったんで、だけど今はもう爪切りもいいですよとか、いろんな条件がついて、それこそ休痰、ああいったものも休痰の講習を例えば特養だとかああいったところで、勤めてる子たちは講習を受けて、で看護師のもとそういう認可許可を持ってる子であればやってもいいですよとか、今までもう看護師しか絶対できなかったのが、かなりこう介護士の中でもこう枠が広がってる。でその分看護の人たちもその今までドクターがやってたようなことを少しこうかじっていくっていうような流れが今できているのが現状です。それが今僕らの介護現場で常に起こっていることですね。じゃあ常にこの介護の役割、介護士、まあ、僕介護士なんですけども、まあ、介護としての役割は何かというと、簡単に言うとですね、例えばこう麻痺がちょっとある方に対して物を取ってあげる、そういった行為でも使える手は本来使ってもらわなきゃいけないんですよ。僕らはこれ入って渡すのは簡単なんですけど、本来は自立支援を目的にしていて、でその残存機能で、その手が例えば麻痺があって動かないんだけど指は動く、でもそれを僕ら介護をする人、介護者は面倒くさいので、はい出したり、はいって伸ばしたり、でこれは何でかって時間がないからなんですよ、現場を。だけどそうじゃなくて、本来は自分で開けるのを待つ、で飲むのを待つ、そういったことを流していかなきゃいけないのが僕らの本来の使命なんですよ。それが自立支援なので、ただ現場は時間が決められていて、トロトロやったりとか先輩に怒られたり上司に怒られたりするのでやっちゃうんですね。
だから施設に入ると弱っていくのが早い、うん、ただ今その先ほどあの牧先生も言われてましたけど、病院のルール、昔はその3ヶ月のルールだとかって言ったのがどんどん早くなってきて、どんどん出していく出してくるので、もう結局在宅、家で介護しなきゃいけない。そうやってなった時にやっぱりそのなかなか一般の人はそんな知識もないし、なかなかできないんですね。で、お仕事もあるし、寝なきゃいけないし、いろんなことあるんですけど、その中で僕らのようなこう介護事業所に、利用者さん、自分のお父さんやお母さんだとか自分のじいちゃんおばあちゃんを任せてケアしてもらう。だから本来僕らの役割っていうのは自立支援をこう促していかなきゃいけないんだけど、全てこうやってしまう形になっているのは事実上あります、うん、だから入居してしまうと僕らの業界で言うんですけど、落ちるのが早いって言うんですけど、どんどん落ちていくレベルが、うん、あっという間に落ちていきますね。だから質の悪い施設とかだとすぐ分かります、うん、この間まで元気だったのになんか認知症の進みが早いなとか、やっぱりその目だとか喋り方だとか歩き方だとかでその進み具合っていうのがやっぱり分かってくるので、その辺はこの僕らこう介護をやる人間たちがしっかり勉強していかなきゃいけないところなのかなとは思っております。で、まあここにも書いてあるんですけども、このコーラマイチの管理の方の役割1っていうのが、さっき今言ったその焦らずじっくり見守る、こういったことをやっぱりやる設備を増やしていってもらわないと困るかな。例えば着替えが本来できるのに、お風呂終わったら次の人来るから早く働いてって職員がやって服バッと着させて、早く寿司履いて、もうほとんどそうです。大体の施設はそういうパターンが多いです、ね、だけどやっぱりそこをゆっくり時間をかけて、いいですよと、自分でやれるところまでやってみましょうというようなスタンス、これが在宅でできていくとものすごいいい結果が生まれるんじゃないかなって僕は思っております。で、あとその根本的な役割の一つとしては、その何ていうのかな、こう特に認知症の方なんていうのは同じことをたくさん言うんですね。もう5分前に喋ったことも同じことを言います。で、僕らはやっぱり2度3度聞かされるわけだから、その時にさっき聞いたよっていう回収をしてしまうともうアウトなんですよ。でもそれ大体人間なんで、あれ何々さんさっきも言ってたよって言っちゃうんだけど、そこをやっぱり僕らがこう演じなきゃいけないんです。そうなのっていうのを何回も言わなきゃいけない。そう、でもそれはやっぱりその人の自尊心だとかいろんなものを傷つけてはいけないっていうことが一番前提としてあって、まあ、その認知症だからどうこうじゃなく、やっぱり同じことを言ってても、ああそうなんですかっていうようなこう演技をね、介護士さんだとか関わる人たちができていけたら他はいいんじゃないかなって思います。それがでも介護士、心を交わすのは介護士なんで、現場に携わる人間、看護もそうですし、まあうちで言えば柔道整復師や、調理師やいろんな人をたくさんいます。ボランティアさんもたくさん来てます。でもそういった人たちはその業種は違ってもこう触れ合ったりすること、うん、そこが僕らの一番の大切なところなんで、まあ、それがやっぱり僕らの役割かなとは思っております。で、ここで、まあ、話をね、時間がないとバン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 言っちゃうんですけども、あえてここに施設不足ってこう入れたのは、よくこうニュースだとか新聞見てもこうやっぱり高齢化がどんどん進んでて、その高齢者の方が増えてる、認知症の方がものすごい増えてるということで、施設どんどん出しなさいっていうスタンスなんですよ。だけど実際僕らこう現場に立ってる人間からすると、施設って僕は足りてると思ってるんですよ、十分で。なぜかというと、その例えば今昔と違って、そのお家で家族大勢で住んで、おじいちゃんおばあちゃんがいるっていうスタンスってなくなってきてて、家族がどんどん進んでる。で、やっぱり割合的にもその今人口の、ここにも書いてありますけど 25% 以上高齢者と言われる人たちになってきているので、その需要はたくさんあるはずなんですよ。例えば介護事業所、デイサービスや訪問介護やいろんなものの事業所がたくさんあるんですけど、でも実際現状どん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 事業所潰れてるんですね。やれないんですよ。なんでかって言ったらお客さんが集まらない。で、お客さんが集まらないっていうことは、
結局もう利益が上げられないので潰すしかないんですね。で、あのここにも書いてありますけど、2013年 の、 あの1月から10月の倒産者件数がこう、まあここに書いてあるだけで44件で、前年期と比べると6割増しって書いてあるんですけど、実際もっと潰れます。僕の周りでもかなり潰れます。で、早いところだともう2ヶ月ぐらいで死んでますね、やれなくて。実際やっぱり異業種がやるパターンが多くて、今高齢者施設ってどうなってるかというと、もう賃貸業になってます、もう完全に。要はもう利回りがあっていいから、投資しようかな、施設やろうかなっていうパターンがほとんどです、うん。思いなんてどうでもよくて、土地余ってんだよね、なんか活用できないかな、なんか利回りもない、介護施設がいいですよって建築家さんいますよね、利回りからやった方がいいですよ、うん、だったらちょっと融資申し受けてみようかな、申し込んで融資通ったらそれでポンってやっちゃうんです。あと運営者だけ連れてくればいい、それだけの話なので、中のサービスなんてどうでもいいんです。それが、まあ、僕は現場だって、まあ、辛口で言っちゃうんですけど、でもそれが現状です。だから本当に本来利用者が求めているようなサービスっていうものが受けられないから、そんなところは流行るわけがないですよ。で、あくまでもこの介護保険制度ができてから、あのケアマネージャー、介護支援専門員なんですけど、ケアマネージャーがプランを組むんですね。その人が立てたプランに沿って僕らは介護するわけです。で、その通りに介護することによって介護報酬がいただけるので、そのケアマネさんがどこに振るかってさじ加減持ってるんです。これもケアマネ次第です。だからもう極端な話、もう今日ですからぶっちゃけて言っちゃいますけど、かっこいい男の子が営業に来るとそこに両親来るんですよ。これ本当なんですよ。あの子いいよね、かっこいいよね、どうせ振るならあそこがいいよね、もうそんなレベルなんですよ。でもそれで家族にあとどう説明するかですよ。あそこね、スタッフさんいいよ、あそこに入った方がいいですよ。あ、そうなんだ、じゃあケアマネージャーさんが言うならそうしようか。で、そこに入るんです。だから入居施設っていうのも、漠然と施設って言えばもう介護保険が使えると思ってますけど、ほとんど使えないですから、入居施設って。例えば特別養老人ホームだとか、病院関係が医療法人がある老健とか、介護付き有料老人ホームと言われるものですね、介護付き。あれは公募なので、ちゃんと許可を得たところしかやれないんです。あとグループホームですね、日医さんだとか、メディカルケアサービスさんとか、ベネッサさんとか、あそこも全部グループホーム公募です。ああいったところは介護保険が使えるんですね。ボンってこう利用者さんが入ると、その自分の給付額の中、1ヶ月与えられた額の中で丸めでやれるので、特養とかなんで入居すると、おむつ代もかからないし、全部そこでやれてしまうんだけど、一般的に何でお金かかっていくかっていうと、入居施設だと思って家族が分かんないから入れちゃうわけですよ、高いお金払って。入れても結局何をするかって言ったら外部サービスを使うしかない、保険を取る仕組みだけなんですよ、事業所って。そのテクニックをどう考えてるかだけなんです、事業所さんって。どうしよっかな、じゃあデイサービスで併設させてデイで保険使わせよう、この人の給付額が要介護1だったら16万ぐらいあるから、この16万を根こそぎ取るにはデイサービスを満パン使わせて、強制的にそれで保険料を取るだけなんです。それだけなんですよ、うん。だけど本来は入居する、本来はそのケアマネさんが立てたプラン通りにやらなきゃいけない。家族と利用者さんがこういうサービスがいいよね、これぐらいあればいいよねって、本来それだけをやればいいんだけど、入居施設に入れてしまえばもう何も見えないですから、ね、何々さんのおむつ交換を夜中にも何回も入れないともうダメですよ、訪問介護をこんだけ入れてくださいって事業所に言われる。そうするとケアプランで立てるケアマネがそれで、まあ、やった分保険を取っちゃう、事業所、もうそれだけです。だからどんだけ保険料があっても足りないんです、うん。それはね、この介護保険すごく無駄なところって言ったらおかしいですけども、僕からするとじゃあ例えば事業所さんが少しでもね、この人の保険を1ヶ月の給付額を少なくしてあげて、家族さんは1割負担しなきゃいけませんから10万使えば1万は入れなきゃいけないんですね。
だからそのお金を減らすために何とかサービスをこう安くできないかなとかって考える事業所っていうのはほとんどないと思います。だからある意味事業所の言い値なので、すごくね複雑になってるんです。入居施設っていうのは今なんて補助金出してどんどん建てさせてますよね。サービス付きっていうのはサポージュって言うんですけど、あれも全く一緒です。外部サービスがないと保険が取れないです。で、例えば週5回うちのデイサービス使ってねって言うんですよ。で週5回きょもう半ば強制なんです。本当はいけないんですよ。だけどじゃあそのよそのデイサービスだって言ってもいいじゃないかって、賃貸借契約を結んで賃貸物件として入ってるだけの話だから、サービス付きっていうのは、外行ったっていいじゃないかって言って、ね、事業所がそれなんて出てくれてるんですよ、うん、もううちの保険以外使うんだって出てくれ。だから家族は出てこられても困るんで泣くしかないですよ、うん、でも本当にそういったことがね短い起きてますよ。普通にだからそこに対してのメスがどうしても入らないっていうのは、特にサービス付き高齢者賃貸住宅っていうのは厚労省の絡みじゃないですね。あれ国交省なんで、結局その老人福祉法が適用されないんですよ。でそうなると罰則がないんですよ。何もできない。だから市町村もあそこ行かんけどな、どうしようなって、もうそれしかできないです。でもそういう現状なんです。だから僕らこう介護をやってる現場の人間からするとものすごい歯がゆい、うん、直接そういう施設さんに入ってるご家族から、出たいんだけど出れない。でリハビリも本来だったら病院系のいいとこに行かせてやりたいんだけど、あそこのリハビリ行きたいって言ったら、そんだったらもう退去してくださいって言われちゃう。事業所がいい顔せんもんで行かせられないんだ。でもそんな現状が実際起きてるのが介護施設です。だから僕は介護施設が今足りないと言われてますけども、全然足りてると思ってます、うん、どんどん潰れてるし、実際に特別養護老人ホームのようなところっていうのは待機者200人から300人、多いとこも4、500人って言われてますけども、あれ大体いろんなとこに町でこう予約しちゃうので、あれ大体4割ぐらいなんです、実際動いてる人数って。でじゃあ施設がどんどん周りにできてて、なんで埋まらないかっていうと、お金がかかるから入らないんですよ。で特養で待つ理由ったら、結局なんとかその特養に入れば全部こう安くっておかしいですけど、いろんなまあ免除がされたり、してこう入居できるん で特に終身なんですよ。最後まで見てくれるんで、看取りまで見てくれるから、特養で待つだけで、入居施設がどんどんできても分かってる人はだから入らないですね、うん、だからどんどん空きがほとんどです。知多半島にも1個去年薬剤師の人たちがこう集まって建てた施設があります。もう1年ぐらい経ちますけど、40床あっていまだに11床しか回ってないですね。でもそういう現状です。でも建築屋さんはもう仕事が欲しいから、どんどん建てましょうよって、いい利回りですよ、オーナーさん、下手に自分のところで賃貸の、ね、マンション建てるぐらいなら高齢者施設やりましょうよ、まあ、やってみるか。今僕のところに6件来てます、やってくれる、うん、施設出すから俺が建ててやるからって関係、うん、だけど僕の条件としたら、利用者さんが1ヶ月3万でその部屋を作ってくれるのにやってみようって言ってるんですけど、誰もやらないです誰も手やるけどね。でもそういう現状なんですね。その施設不足と言われてますけど、現状は本当現場の人間たちは常にそういうふうに考えて動いております、うん、でそんな中、まあ、介護士さんたちには、まあ、施設なんていうのは特にこう夜勤、毎日24時間介護ですから、いろんな問題がありまして、まあ、国の方針で特別養護老人ホームの従来型というものからこうユニット型っていうのに変わって、大体9人1組ぐらいでこう分けられて小規模化していったんですね。建物の中でこうユニット分けしてたんですけど、何が起こったかというと、結局9人に分けたところでも職員は夜勤をつかなきゃいけないんですよ。で夜勤つかなきゃいけないけど、ワンユニットずつ1人の夜勤はつかないわけです。そうすると1人でワンフロアを見なきゃいけない。例えば10人9人で18人を1人で夜勤しなきゃいけない。
一人で夜勤するってことは紙取れないです。これが介護現場の現実です。休憩、例えばその18時間拘束されるんですけど、16時間勤務で2時間休憩っていう感じです。夜勤だけど2時間の仮眠は取れないです。特にグループホームとか特養とかああいったところまず取れない。だからそのイライラしてきたり、その寝不足でこう体調がおかしくなっていったりして、暴力、虐待ですね、そこにつながっていったり、特に認知症の方は自分の言ってることの意思疎通ができない。例えば部屋を開けたら壁中便だらけにしてたりする。そうするともうバーンとこう切れちゃうんですね、介護士さんたち。それでその虐待を重ねてしまうっていう、まあそれだけではないですよ、その人の本質もあるかもしれないし分からないんですけど、でもそういった中でいろんなこう犯罪も実際起きてます。ニュースにならないのもたくさんあります。介護施設で割合では言えないけども、僕は知ってるけど相当あります。でじゃあその中でその介護犯罪ってどういうものがあるのかって考えた時にですね、これは結構もうニュースだとか新聞だとかで皆さんよく、見られてると思うんですけど、まあちょろっとその例をですね、このプリントの中に入れたんですけど、まあ認知症男性から1000万円騙し取る介護職員が逮捕とか、まあ認知症の父親を殺害、介護疲れ57歳の長男とか、特にやっぱり認知症ですね、認知症女性の預金口座から不正引き出しでキャバクラな飲食代に使っちゃったとか、もう探せばキリがないぐらいあります。だからその介護施設の待遇が悪いからこうなるのかって、それだけでは全然ないんですけれども、実際こういった犯罪って身近でものすごい起きてます。名前も出せないし、実際それでマスコミに叩かれたわけでも何でもない大手さんがあるんですけど、そこも結局ね、職員がね盗撮をしてた。こう今いろんなカメラがあるんですね。でそういうの盗撮をしていて、ある職員が見つけたんです。でなんだこれと、こんなペン初めて見たぞと、カメラだったと。で例えば女性職員が着替えてるものを撮ってたり、いろんなその事件で実際あって、じゃあその中で犯罪、いろんな犯罪が起きてるんですけど、その介護士さんや看護師さんです、何やってるのか、普通に今でも勤めてる違う施設でわからないからですね。結局辞めてしまえばその人の素性はわからないので、で特にさっき言われた人手不足っていう言われてますよね。だからその求人出して、あ介護士が来たぞと、で君どこでやってたの、あ大手さん、じゃあキャリアあるね、うちで来ないから、もうすぐ決まっちゃうわけですよ。そうするとその前にやってた、例えば虐待でクビになった子とか、そういった子たちも普通に働いてます今。わからないんですよ。僕はすごくそこは問題視してて、結局ね同じことを繰り返しちゃうんですよ、そういう虐待したりする子って。だから僕はすごく問題、介護の中の問題ってたくさんあるんじゃないかなって思っていて、でそれをせっかくこの僕はこの地域主権のフォーラム配置というものがあって、じゃあその地域主権の中でこの介護業界のこれ今悪いところとかいいところもあるんですけども、何かこう役立てることってないのかなってすごく考えていて、で僕ここにも書いたんですけど、僕の好きな言葉とケネディさんの言葉なんですけど、本当に国があなたのために何をしてくれるかではなく、ね、あなたが国のために何ができるかをこうではないかという、そのまさにここだと思っていまして、親のすねかじりをいつまでもしとっちゃかんっていう考えでうちの事業所をやってるんです。だから保険を常にいかに余してやるかっていう部分もすごくこだわるし、家族ができないところまで、だから保険外サービスをどんどん広めていったのもそこであって、保険の中でいろいろやろうとすると罰則があるのでできないけども、少ないお金の中でやりくりできるものを何か作ってあげれば役に立てるかじゃないかということで、保険外サービスっていうことをうちもガンガンやってます。一つ例で言えば、例えばゴミ屋敷になっちゃったおばあちゃんとか、
まあ、そういったところ、まあ、今シルバーさんの方が見えるのでそういった方をあの頼んだりもしますけど、そういったところで僕らは常にこうデイサービスで会うんですよ、利用者さんで。でその知ってる職員が行くんですね。知ってる職員だから安心なんです。いろんなその人のことも分かるし、だからうちの事業所の人間たちがその例えばお掃除みたいなとか、そういったことを保険外でやったりとか、例えば、ご家族さんに対してではあのおばあちゃんが亡くなりました、この家どうしようってなった時に相談の土地の転売、家の解体、そういったことも全部僕らでやってるんで、だからそのワンストップで全部できる仕組みをうちは今作ってるんですよ。でもそれはあくまでも介護保険に頼るんじゃなくて、その保険をどん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 圧迫するんじゃなくて、何かこう仕組みさえ考えればやれることってものすごいある。だから僕はそれがその地域主権っていうものに当てはまるんじゃないかなって思ってまして、でこれ内閣府のホームページからちょっと抜粋したんですけど、まあ、地域主権とは地域のことは地域に住む住民が責任を持って決めることのできる、活気に満ちた地域社会を作っていくことを目指している。このため国が地方に優越する上下の関係から対等なパートナーシップの関係と転換するとともに、明治以来の中央集権体制か体質から脱却し、この国の在り方を大きく転換していく。あんまり長いとあれなんですけど、僕はもう単純に人の財布で飲み行くの嫌だなっていうあれなんで、だから結局その保険っていうものはこうあるんですけど、そうじゃなくてなんかねこうできるんじゃないかと思うんですよ。じゃあ果たしてその例えばデイサービスっていうものが正しいのか、僕らからするとデイサービスなくなったら致命的なんですけど、でも僕はもっと保険を下げれると思うんです。で街角サロンみたいな部分とかたくさん今ありますけど、僕はねそこで対応できる人もまだまだ眠ってると思うんです、デイサービスにいる中の人でも。でそういった人がサロンさんに行けば介護保険のお金つかなくていい、保険料つかなくていいし、で何が必要かというとまさに玉川さんがやられている移動手段だけなんですよ、高齢者にとって必要なのって。極論ですけどデイサービスも必要だけども、デイサービスが必要じゃないですよ。何が必要かというと入浴が必要なんですよ。お風呂が必要であったり、接する人が必要であったり、食事が必要であったりするだけのことであって、何がそのデイサービスに来たら絶対的に治るのかって別に治らない。人が集まるからなんか楽しいなったら、それだったらサロンでもいいわけですよ、保険を使わなくて。じゃあ何が必要なのかって移動だけなんです。移動ができなくて家に閉じこもったりするだけなんですよ。デイサービスは送迎があるので送迎で行ってその送り迎えするだけなんですね。昔あれ保険に組み込まれてたんですけど出されたんですよ、送迎加算って言うんですけど、送迎も外されて今は送迎付きでもパックでやってるような感じなんですけど、でも本当にこの工夫を重ねていけば僕もう絶対保険なんて下げれるはずって思っていて、でまさにその地域主権、その地域にしかできないことって絶対僕はあると思っていて、でそれをどん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 僕らからやっぱりねこの市町村に対しての提案をどんどんかけていくことが大事で、でこの間もちょっと実は高田目の市の方と話をしたんですけど、部会の方でこれからも福井君たちで仕切って部会をやってくれって言われたんですよ。まさになんですよ。今まで全部その市長さんがトップダウンで話してきたのを自分らで考えてやる仕組みを作ろうよっていうのを僕らが決めて、でそれで僕らがいろんなこの問題を提案してそれに対してどうしていくかっていうのを一緒に考えようって変わってきたんですね。だから僕はその地域主権というとなんか難しく聞こえるけども、まあ、本来親のすねかじらず自分たちが頭をひねって考えて、やれることやっちゃえばまさにそれが国にはできないけど小さすぎてそこまで手は回らないけど、僕らは そこが専門的にやれるんじゃないかなって思ってます。で一つのこう例題、最後この例題を載せたのも実際じゃあさっきの言った介護犯罪の抑止のために地域密着の例えば介護 G メンにいたり、でそういった中で例えば介護報酬の不正請求しているような事業所、あれは結構リークだとかみんな結構従業員として話すと出てくるんですよ、あそこの施設長やっちゃったとか、そういうのを聞けるから
やっぱりそういった中で、じゃあそういう、例えばこういうの調査できる人がいれば、あの不正もすぎる。で、例えば虐待受けてる人って僕ら事業所に行くと分かるんですよ。あざが増えてたり、すごく分かるんですね。で、ケアマネージャーさんにちょっと危ないですよ、怪しいですよ。で、調査かけていくんですけど、そこまでやっぱ入り込めない。家族に虐待してますかなんてことも言ってないし。でも、やっぱこういった何かこう抑止する機関が、例えばその地域でできれば、それも一つ未然に防げるのかな。で、僕らは僕が考えても、完全に僕が考えてるだけなんですけど、で、あとはそのさっき僕がお話しした、あの財政を圧迫しているその無駄を抑える方法はないのかなって、考えたときに、いろいろネタを出せば、もっともっと今もらってる、今使ってる介護保険料というのは、工夫で抑えれるし、そうすると、市町村だって、痛くないし、市町村だから事業所作ってほしくないですよ。常滑だって露骨に言われますよ。デイサービスの意見を増やそうかって言ったら、まだ出すのって言われますからね。本当に。でも本当にもうそのぐらいやっぱりもうお金がないんですよ。だからやっぱお金がないならないなりに工夫をしていくには、この僕はその地域主権というものをしっかり把握して、自分たちでこう物事を作って提案をかけていく。で、そういったものは、やれたらいいのかなって、すごく感じております。まあ、僕一方的に今話をもう今日は時間がないとしてますけれども、まあこの一番下に載ってる、まあこれは介護する時の不安の内容ですね。その介護者さん、介護する方ですね、自分の肉体的精神的負担の不安の要素が一番やっぱり来てるんですね。自分の時間拘束されたり、今のそのさっき言われたその公的保険ではもう足りないと、どんどんいろんなその訪問看護を呼んだり外部サービスどんどん使えば足りないようにできてるんで、そうだからそこをなんとかその違った仕組みを考えて地域でやっぱりやっていかなきゃいけない。でもそれはだから僕はある意味今からの福祉って僕は先祖返りするんじゃないかなって期待をしていて、昔はその地域でみんなコミュニティだとかいろんな人が、隣の人がおばあちゃん大丈夫みたいな、でも僕は多分もうそうなっていかないとやれないと思ってるので、間違いなく僕はその福祉に対してものすごい否定的なものよりも僕は期待感が大きくて、もうそう絶対なっていくだろうって思ってます。まあ、お金の問題はやっぱりちょっと難しいことがたくさんありますけど、でもやっぱりその支えることっていろんなことができるんじゃないかなって僕は思っております。ちょっと一つ触ってもらいたいものだと思ってたんですけど、このこういうね、これ順番に触っていってもらうといいんですけど、よろしいですか。これはパッドなんですけど、これ事業所さんとかではご利用者さんに使ってもらうものなんですが、結局これ排泄ですよね。で、人がこう考え方、認知症の進みが早くなっていたりする一番の要素ってここなんです。排泄なんです。で、この排泄っていうのはすごく怖くて、結局介護をする人間がちょっとその時間行けないしな、どうしようかな、夜間でおむつ交換行くのもちょっと大変だなっていうと、悪い介護士は今日おむつの中でしといてって言っちゃうんですね。これもう現実ですよ。おむつの中にして夜だけは。で、うちの施設は夜勤者一人しかいないので、夜間に関してはおむつでやってもらいます。日中は介護士がやりますっていう堂々という施設もたくさんあるんです。でもここで認知症が進むんですよ、すごく。で、例えばこれご自分でじゃあ今日一日つけてこの中でしてって言われるとすごい、やっぱり嫌だ、嫌だ、嫌なんですよ。認知症の方は自分の思ったことが口に出せないからつけられちゃうんですね。で、結局それが当たり前になっていくと中ですることを覚えてしまって、どん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 レベルが落ちていく現状。だから絶対この排泄っていうものはすごく大事であって、そう違うんです。これはパッドですね。そう、巻いちゃうんです。巻いてこの中でやってって言っちゃうんです。
だ介護現場に立つとすごくいろんなもの見えるんですけど、あの認知症が増えてる原因っていうのは、すみません、あの事業所がやっぱりそういった教育を受けてないとか、夜勤者の数、うん、やっぱりその足りてないとか、いろんな問題があって、そういうきっかけは僕らが作っちゃってるんじゃないかなってすごく、うん、日々思っております。なので、まあ、介護福祉について、ね、少ない時間でちょっと説明するのはすごくこう幅の広い世界なので、どういう話の仕方しようかなと思って僕も悩んできたんですけど、まあ、あのざっくりですけども、一応私からは、まあ、あの本当に思いを持って、やっていくことで、本当に地域で福祉はやっぱ地域でやっていかなきゃいけないということを本当に常に考えていて、でせっかく僕はこの今そのフォーラム愛知の方で関わることができているので、その地域主権というものを生かすきっかけがこれで一つ何か形になればなと思っております。今日はすみません、いい話だ。福井さんどうでは24時間減る前つまり、うちは入居をやってないんです。入居やってないです。はい、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 感動的だ。僕全然違う仕事やってて、はい、この介護に関して、実にナンセンスなことが日本にはいっぱい起きてて、はい、地域試験フォーラムに参加してる中で、例えば愛知県とか名古屋市で今この介護の、例えば名古屋市なんかロボットだけでロボットの開発を一生懸命やってますよね。だから昔厚生労働省の国際化に乾井って、まあ、えのきっていうあの課長で参事官になった人がいるんですけど、その人今水軍大使館行ってるんだけど、彼なんかはもうその例えば愛知県なんかとか名古屋市なんかとか特区の中でもっと介護制度のことをもっと真剣に考えたとか、人の問題をと。で、国は今、厚生労働省は EPA で、中国、ベトナム、インドネシア、タイから受け入れてる。と、お腹が痛いのに、どこが痛いのって背中さすってるような、わけのわからんのが介護士の中に混じってくる、何人か。で、しょうがないから言って、今度、ベトナムの4月1日からやるんですけど、新たにね。でこれは N3 って言って、日本限定3級で、日常会話ぐらいできるやつしか日本に来させないって、ベトナム政府に僕がいろいろとしょっちゅうそのエルさんと喋ってる時に要望を出したんです、向こうの国に。でこれってもうちょっとその例えば今やってる日本も確かに今もこれから高齢社会大変だと思うんです。で介護施設増えてるし、僕らもいつお世話になるか分かんないような状態ですね。女房と二人でしか暮らしてませんから。でそうなった時に、で僕らの時代が過ぎた時に介護施設いっぱい余っとって、今の小学校がいっぱい余っちゃって廃墟になっとると一緒のように介護施設も廃墟になるんじゃないですかって、僕はもうそう見てます、気がしますよね。でも多分ね、それを狙ってるんだろうなと思います僕は。いや、ほんで僕はね、極論から言ったらね、実はその入国する時の資格として看護師の免許を持ってた、あの看護師ですね、中国の国家試験を受かった看護師が日本に来ると言うと一応入国は受け入れるんですよ。で特殊会の今盛んに問題になってるね、特殊会面が去年一昨年連続で15人ぐらいずつその中国の医界から日本向こうで看護師やってるとか国家試験受かったやつ学校卒業して、そういうのを全部受け入れてるんですよ。で日本のルールは看護師はその試験が受けられるんですよ。国家試験受けていいんですよ、いきなり受けて日本の免許取ったら永住できるんですよ、日本にほとんど。介護士だけは、介護だけは、介護の要項が入国の中の業種にないってことですよ。介護っていうのはあくまで、そういう言い方悪いんですけど、単純労働作業だと、あれは。ただお尻拭いたり、そういう感覚が強いですよね。結局だからその3歯科医、今の4歯科医とか言われてますけど、その介護士の歯がね、あの医師の師になれないのはそこだとかって言われますけど、僕ら業界の人間でも、うんうん、やっぱりその僕も思うんですけど、やる作業ケアですよね、うん、ケアだとか業務だとかいろいろあるんですけど、誰でもできるんですよ絶対は。だけどその中に思いやりだとかあの配慮だとか
か、その質の人を尊重する気持ちだとかっていう、そういったものを、作法もそうですけど、うん、そういったものを持ってる人たちが果たしてどんだけいいのかなっていう、そこだけだと思うんです。だからそれが例えば隣の家のおばあちゃんやそのおばさんが、その下手なヘルパーよりも全然やれちゃうケースが、ね、たくさんあると思いますよ、僕は。そうだね、全然、本来はそれが一番いいんです、近所で、そういった人がいて、そんな介護センター行かなくてもいいじゃないのっていうぐらいが、本来は僕は一番いいんじゃないかなって思ってるんです。 EPA でやったとこはね、EPA でやった施設のね、そこそこの施設ね、例えば、岡崎の鈴木さんなんかはね、露骨にいいよね、あんなもの雇ったってお前、政府の厚生労働省の営業をするだけで、いろんな関係でね、実に会社という、自分ところの経営としてはナンセンスの話だと。だから、もうちょっと言葉の分かるやつを連れてくるとか、いろいろ考えなくちゃいかんとかね。逆に言い方もしてる人いるからね、古田さんみたいに、高野の古田さんみたいに、藤井の古田さんみたいに、いずれは中国も一人っ子政策で介護が必要になる時代が来ると。だからその時に向こうから介護士を呼んで教育して、自分たちで金出してもいいから、ある程度自分たちで独立して、その向こうに介護施設を作ることも考えたら経済的にもいいけど、なかなか国は結構制度としては運いかないよね。日本の大手さんがもうやってますね。中国は700床ぐらいの施設、ね、そうやっておりますよ、ね、日本の介護のノウハウを持って輸出できるんで、それだから その技術とか、そのやってる、その日本で教えたことが向こうでやれるというなら、そのための実習制度でこっちに来させるような、一番簡単で僕はいいような気がするよね。なれやかに自衛で本当に一番いいと思うよ、俺は。あれだけやった方がいいと思うんだけど、やらないね。株式会社で、そうです、ね、社会福祉法人でやってるところと株式会社でやってるところあるでしょ、で、介護ベンチャー協会ってあるじゃないですか。ベンチャー、はい、ご存知ですか。入ってる。どこの誰のやつですかね。なんか東京魚売りだ。沢本舗の系列ですね。僕は全然沢さんとは絡めないです。あ、本当。ええー。いや、もうちょっと関わりっていうかね、たまたまその人たちの集まりに一回顔出してくれって言われて、それで介護甲子園とか行って、はい、やってますね。若い人たちがそのいろんなその現場の成功事例を、まあ、発表し合うという。日比谷公会堂かなんかで毎年やられてますね。で、まあそのね、そういう若手の経営者の皆さんと私こう会ったんで、藤井さんみたいにこうイケメンの経営者がね、いて、やっぱりさっきの感じね、そのケアマネの人に受けのいいっていうのが集まってるのかなと。あれケアマネっていうのは僕ちょっと認識全然わからなくて、最初からケアマネのことを知りたいことがあるけど、ケアマネっていうのは特養施設にいるケアマネージャーと言いますよね。ケアマネージャーっていろんなところに配属されてまして、はい、例えば地域包括とか、はい、ああいったところにもケアマネージャー、主任ケアマネとか、はい、いろいろいるんですね、はい、でケアマネージャーというのは例えばそのホーム型の入居施設、グループホームとか介護付き有料老人ホームとかっていうのは人員基準が入れられるんですよ、はい、ケアマネが入っちゃなきゃいけない、はい、だけど外部サービスっていうのはそういったその基準がなくて、あくまでも居宅介護支援事業所を通して来なさいというだけの話なんで、保険を使うには、それだけなんで、結局ケアマネさんに全部プランが集まって、ケアマネがプランを作り、これでやってね、ありがとうございます、もうそれだけなんです。だからもうケアマネなんて国家試験にもならないです。なのでケアマネの力がものすごいです。だけどうちの恥ずかしい話ですよ、うちの親父は自ら、老人福祉施設の中で首をつったんですよ。それはおまけにこんな低いテーブルのとこのフックに、パンツのフックに紐をかけて、電球のコードをかけて朝死んでたんですよ。でそれが何でか言ったら、先生がさっき福井さんが言われたように、パーキンソンがちょっとひどかったんですから、トイレにおたおたしながら行くんですよ。で夜中におたおたしながら行くんですよ、自分で。でおむつはしてるけど、その便器なんか俺の横に置くなって言われるんですよ、昔の人間だから。もう亡くなっちゃったんですけどね、7年前。その奥なって怒るわけですよ。だから施設側は2人しかやりいないから、まあ、トイレなんか行って年下を倒られるとか困るからね、そこでおまるしなさい、で臭いおまるが横でポンと置いてあるから、もう我慢しきらないね。そういうのがやっぱり起きますよね。だから職業病なんですよ、介護士って。普通に考えちゃありえないです。だから僕はアイドルはこんなの持ってきたのもそうなんですけど、
おむつ巻いてねっていうことがどれだけ巻かれたり、ね、だから僕は結構ねこういうのをうちの職員にやらせるんですけど、つけてやれって言うんですよ、その場で。で女の子も男の子関係なし やれって。で僕ももちろんやりましたけど、もうね屈辱的ですよ本当に。もう無理、僕の場合漏れたんですよ。えらいことになって、もうちょっと付け方がまずかったんです、ゆるゆるで。でも本当にそんなのが当たり前になっていくことは良くないし、そのポータブルトイレですよね、要はその汚れバーンって置く、あれも結局こっちの都合なんですよ、利用者さんの都合ではないんですね。だけどな、何が理由かって言ったら人がいない、時間がない、面倒くさい、もうこれだけですよ。で僕その人手不足、介護施設は人手不足って今すごい騒がれてるけど、僕はねぶっちゃけたのに真逆なんですよ。めちゃめちゃいると思ってるんです。僕うち人手不足と感じたこともないし、看護師なんてうち4人いるし、小さなデイサービス、もう看護師集まらないとか言ってる。僕は集め方だと思うし、やっぱりそんだけの思いを持っていることに集まってくるだけの話で、結局その働きたい条件に合わないから人がつかないだけで、なおかつ新卒でいろんな思いを持って介護士になってやろうって思ってきたんだけど、いざ入ってみたら現実全然違う。もう本当に家族経営のところとかでもうはちゃめちゃにされて、もう介護なんて二度とやりたくないっていうことゴロゴロいます。ゴロゴロいます。でそれで業界から離れていってる現状は実際あるので、やっぱりそこは止めてあげなきゃ僕はいけないと思うし、特に病院なんて看護師、病院も本当看護師はいないって言われてますけど、介護施設で看護師の人員基準に作っちゃってるから、結局看護師入れますよね。だ必然的にこう看護師が介護施設に流れてるわけだから病院には集まらないですよね。で特に通所介護なんていうのは昼間だけの仕事ですから、そうそう全然嫌だったよ ね、 ね、その本当に昼間だけだから働きやすいよね、みんな夜勤なんか働く主婦でも ね、 ね、そうすると看護師はみんなそっち行っちゃうよね。看護師も昼勤だけだったら楽に住んだりという人一回でもいるからね。ある意味掘り起こしとして子育てしながらでも看護師ができるという部分ではいいのかもしれないんですけど、僕はもっとやり方はあるんじゃないか。だから介護施設でもその例えばデイサービスもそうですけど、僕はね、介護士も結局それで昼間だけの勤務になってるんですよ、夜勤帯やれる人が少ない少ないって常に言われてるんですよ、それ昼間でやる事業所がどんどん増えちゃえば、そっち行きますよね。でさっきの澤、さんもそうなんですけど、澤さんものすごい最初めちゃめちゃ言われたのはお泊まりデイサービスのパイオニアなんですよ。バーンとお泊まりやって保険外で泊まればいいじゃんっていう発想でやったらショートステイが足りないから、でものすごいみんな文句言ってたんですよ、なんでお泊まりなんて危ねえって。確かに危ないんですよ。だけど僕はねすごくね彼らの動きが良かったなってすごくその当時から言ってたのは、デイサービスっていうものが世の中にものすごい広まったんですよ、小規模デイサービスっていうものが彼らの動きでものすごいスピードで広まって、で元々今あそこの副社長やってる斉藤さんという方はメディカルケアの役員やってて、うちの事業所も上にいたんですよ。そうなんですよ。この後うち事業所来て、あ、本当ですか。彼は元々僕のうちにいた従業員 の、 上司でもあったし、ものすごいちょっとご縁があるんですけど、やっぱ彼ら の、 考え方って僕は素晴らしいと思う。で結果はいろいろありましたよ。いろんな事故が起きてしまったり、やっぱりグレーゾーンですから。だけどやっぱみんながそのデイサービスっていうのが一気に広まったものを彼らはそんだけのことは僕はしたって僕はすごく尊敬できますね、彼らにやったこと、ものすごく介護を身近なものにしたっていうか、特別なものではないっていう形にはしましたよね。あとはだからいろんな法整備だとか変えなきゃいけないところは変えなきゃいけない、もちろんいけないですけど、民主党政権が政権取る前にその介護職員の処遇改善などにして、はい、4万円ぐらい上乗せするとか、はい、結局できなかったんですけど、あれやっぱりその処遇の部分での課題っていうのはまだまだ、そうですね、うちはねいいと思います。でそれこそ処遇改善加算っていうのがありますけど、うちは加算一切取ってないんですよ。結局加算を取るっていうのは介護保険で取るんですよ。そうです、介護保険で取るので、利用者に行くんですね、だからうちは取らないです加算は。だからそのぐらいも気合い入れていかないと事業所が、そういうのは一般 の、 市民とかね、その人にはこう宣伝できないんで、まあいうことは。でも加算で取っても結局経営者が応援しちゃうっていうことはなかなか、それは現状に難しくなってますけど、やってますね。
で結局例えばボーナスにつけるとつけないとかいろいろやってるし、昔は加算だけで済んだんですけど保険で、今はそのご利用者さんにその加算の何パーセントというのが跳ね返ってくるんですよ。そこから自費をもらうようになったので、そうなんです。で、僕はもう基本的にうちは加算を一切取らない。リハビリの重症者がいてもリハビリ加算も一切取らないし、なんでかというとこっちの勝手なんですよ。重症者を置くということはマッサージが売りになるんですね、デイサービスとすると。でもそれって事業所の勝手なんですよね。利用者さんに対しての押し付けというか、いるからさやってもらってさ加算ちょうだいよっていうのは僕からすると筋が通らないんで、加算を一切取らないんでしょ。そのお金の面でね、ええ、まあ、ちょっと動かなきゃいけないです、はい、一般で恐縮ですけども、やっぱり先立つものっていうのが一番大事だと思うんですね。で、若い人と年配の人と比べると、それはお年寄りの方がたくさん資産、財産を持ってるわけですよ、はい、それをもうちょっとうまく、例えばリバースモーゲージみたいな形だとか、はい、なんかうまくこう制度的に使えないかなと、持ち家があってね、別にその親の面倒見ない子供に残す必要ないので、ええ、それを例えば自治体が、ね、そうですね、それでそういうことになっているとか目指してるのはそこで、どっかのもう国もやってるし、うん、とか自治体も始めたかな、そういったものを、まあ、担保じゃないですけど、うん、お金ないんだったらもう家をさうちのしてもらって、そうです、ね、そこから逆にそうです、目で見るよっていうパターン、うん、っていうのが今少しずつ何県だったかどっかでねやり始めたところがあることです、うん、ね、僕がずっとやりたくて新聞見た時、ああやってると思ってそういうパターンもいいんじゃないかと僕は思うし、で一番も極論で僕はその衣食住でその何に困るかって施設ですよね。で施設なんだけどあれ不動産は賃貸業なんで、僕はそこである大手さんと事業提携組んだのはそこなんですよ。その人たちの持ってる不動産で特に安全性のある管理人がいるような内廊下の不動産を僕らがめちゃめちゃ底値で借りれるんですよ。そうするとお金がない人でも入ってくれる、入れるし、で一般の人も住んでる。で一般の人、若い子たちって上に住みたいですから下が空くんですよ。で賃貸業やってる人たちは下埋まらないと困ってるんですよ。でそこに利用者さんを高齢者は下に住みたいから下に入れるんですね。そういったことで不動産管理するような会社も助かるし、で生活保護の人もそこの不動産業者が保証人になってくれるんですよ。熱い社長です、この方は。俺が保証人やったんで、うちで。だから政府で保証人いなくて行政困ってる人たち、うちに全部相談来るんですよ。僕のところにですね、なんとかならない。そういうのを保険外サービスで僕らやってる。今、古いアパートの大家さんなんか困ってるんだよね、入居者いなくて。で新しい、ね、建物だと学生さんや若い人に入る、はい、余ってるところいっぱいあって、でそこを例えば今、ね、福井さん言ったようにワンフロア全部借りてあげれば、うん、それは大喜びですよね、でそこを改装してね、そういう人たち入ってもらう、はい、でそこはその施設じゃなくて、共同生活の場っていう、そうですね、ですね、賃貸住宅で、うん、あくまで厚労省はそこ施設があるんですよ。施設もね、あれってどうだったの、あの金に中学かどっかでね、上に中学生を置くさ、真ん中に幼稚園かなんかあって、保育園かなんかあって、下に老人ホームが2階ぐらいあって、はい、で老人が孫の面倒見たり、はい、子供たちが怒らせることになると思う。それ、これ、実はそのトヨタとかね、今、県外委員やってる中村進子なんか連れて、僕も中村進子が行く行ったら一緒に行ったんだけど、はい、民主党のね、あいつ、で、その時に何が起きたかというと、豊野高校がもう定員割れするかじゃないけど、周りの高校が周りいっぱいありすぎるから、だから高校24番から近いから潰しちゃって、学校はみんな生徒は よそに移動するなり募集ストップしといて、そこに老人福祉施設と一緒に送る、あ、はい、そういう話をね、一つなんですけど、そんな動きはやっぱりまだないんですか、また昔みたいなところって。いや、でもどんどんなってます。やっぱりどんどん増えてます。やっぱりその高齢の方にそういった子供たちと一緒に接して、まあ、そういう流れはどんどんできてるんですね。富山型って言われるんですけど、富山のあるデイサービスの方々が障害者の方とその保育をミックスさせたのをやって、それがすごくこう高齢者の方にも
子どもたちにも障害の方にもすごくいい相乗効果があるということで、今どんどんそういうミックスする形が主流になっているんじゃないかな。で、僕は多分そのこれからどんどん地域密着化していくことによって、社会福祉法人が多分そういったサービスを積極的にやらないと評価が取れなくなっていくんだろうなと思ってるんですね。うん、だからデイサービス、今小規模デイサービスっていうのは、その沢本子さんがどんどん広げたところっていうのが、2015年からこれもこの間決まったんですけど、地域密着型に変わってしまう。で、地域密着型になると、例えば常滑市の事業所に今まで南千田だとか三浜竹戸から来てた人たちが使えなくなるんですよ。そう、なんかもう常滑の人たち、で、どん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 そういうふうにこう縮小していくので、で、権限が今、その通所介護なんていうのは県なんです、愛知県なんですけど、認可をするのは。そういうのも全部市町村が管轄していくので、例えば常滑市が、いや、この事業所に関してはいいよ、今まで通りでいいよって言ってくれればやれちゃうんです、ある意味。で、そこをどんどん提案かけていこうよという動きを今僕らがやっていて、今来てる利用者さんが2015年過ぎたら来れなくなる、ね、南下の人がうちに来れなくなるのも嫌だし、なんとか利用者さんって、その小規模何がいいかっていうと、少ない人数のとこ行くだからいいんですよ。30人も40人もいるとこ行きたくないから、はあえて小規模に来てるんですよ。で、そこをね、無視して単価が高いから小規模を削るっていうのは僕は通らないと思う。だから僕は単価削るっていいと思うんです。なぜかというと、入居というもののが一つのベースであれば24時間の介護ですから、そこを一つの基準として見るなら、通所介護というのは5時間とか7時間とかそのぐらい時間ですから、それをベースとして今のその保険料を決めてくれてもいいと思ってるんです。で、利用者さんに関してはあくまでもやっぱその少ない人数で、あんまり若い会社も嫌だからそこに来てるんですよ。そこがね、こう忘れられてるというか、ただ単価高いから小規模ではもう地域密着にしちゃってさっていうスタンスなんですけど、僕はそうじゃないんです。小規模の良さが、小規模だから来るっていうことをもっと分かってほしいから、やっぱりこう介護事業所たちが集まって、やっぱそこは行政と言わ、ね、話し合う場を持たないと やられちゃう、すぐそのまま通っちゃうんで、やっぱり利用者さんにとって30人40人のところにボーンって入れられて、お風呂でも見回らないみたいにバーってやられて、それが嫌だから小規模に来るんです。高いお金払って、それが高いっていうのは単価下げればいいんですよ。単価下げて、やれない事業所は潰れていくだけなんで、僕はそう思ってますね。まあ、せっかくなんでちょっと出られちゃいましたけど、塚本さんまた戻るってことで、そこまでちょっと私の方でじゃあ進行させてもらいますけど、一部の方しかまだ喋ってないもんですから、せっかくいい話なもんですから、で、その前にですね、後で見えたちょっと自己紹介を、ちょうど時の日本福祉大学だったっけ、鈴木さんの、ね、はい、東京福祉大学というところでですね、講師をしております鈴木と申します。福祉大学なんですが、私専門は実は情報です学部も教育学部ですんで、あまり福祉には実は詳しくないんですけれども、今日はさ、今日からですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ私の方から一ついいですかね。はい、福井さんとはちょっと付き合いがあって長いんですけれども、さっき保険外で事業をやるっていう話もされてたんですけれども、どうしても福祉ってやっぱりボランティア感覚が先行してしまいますけれども、今私がやってる事業もそうなんですが、やっぱりある程度事業として成り立たないと、逆に利用者さんに迷惑がかかると、そういう思いがあります。で、前段で重い重いという話もありましたけど、その辺も含めてですね、やっぱり成功しないと、継続性がないという、そういうことについて、今後どういうふうにその社会情勢とか思われてますか。僕はだから必要なところに対してのサービスを的を絞って、僕はね、1割負担をそのサービスによって負担が変えればいいと思ってるんですよ。例えば訪問介護って必要な人がいるから行くんですけど、自宅まで家政婦化してる実情もあるんですよ。だったらそのダスキンだとかがやってるようなああいうサービスを使えばいいだけの話であって、そこをあえて介護保険を使う必要ないと思ってるんです僕。で、そういったところに関して、じゃあ同じ介護保険だけど
まあ、訪問介護を使うなら、あなたは3割負担、自己負担3割になるということが抑止になってくるだろうし、あのサービスによって僕ね、変えてもいいと思うんですよ。だって車椅子だってものすごい余ってますよ。車椅子、介護ベッド、杖だけど、あれレンタル適用なんですよね。こんなにレンタルしても車検受けは借りれるし、あのいっぱい余ってるし、施設さんがみんな倉庫にめちゃめちゃ入ってますよ。もうあのじいちゃん死んだもんでこれもらっててとかって、うちでも車椅子なんだよかな、デイサービスでも、うん、でもそういったものを寄付とかで集めて、その市町でもう車椅子は何台、今今月何台分あるよみたいな、だそういったところで自由に、まあ実際レンタルで貸してますけどね、業者さん、そういったものでそのレンタルというこう気軽なものをなくす。でなおかつあのケアマネさんが、何々さんさ、今月さこんだけ保険余るんだけどさ、レンタル使っちゃいなよって、これがケアマネさんです。まあ全員が全員じゃないですけどね、でもそういったことが通っちゃうっていうことです。これせっかくだからさ、この高級なこのクッションのを借りたら、保険余ってるし、余ってるしだって1割取られてるわけですからね、もうそういう感覚はない。だからいいケアマネさんってものすごいね、家計簿感覚で私はやるのよっていう、ね、すっごい細かいですよ、いいケアマネさんは。これさ、利用者さんにこれなんていうの、もっとうまいことやれんのとかね、こうやって交渉してくるし、そうだから、僕はどん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 その介護保険料っていうものも高くなっていくし、負担額も多分今なんて5000とか6000ぐらい、5000いくら払ってますよね。そういったものはやっぱり1万円の僕らの世代だともっとどんどんいくだろうし、で給付1ヶ月の給付額っていうのも今回の消費税アップでまたちょっと上がるんですよ。でも要介護の人で与えられてる数字って35万ぐらい枠がありますよね。でそういったものは保険で全部適用されちゃうわけだから、それ以外に医療保険も使ってるわけだし、いろんなその月計算する、この間いくらだったか、この間みんなでなんか計算したんですよ。60万ぐらい使ってる利用者さん、うん、60万ですよ保険で、うん、だからそうなると全部税金じゃないですか、うん、絶対ねもっとね無駄削れるんですよ、うん、だからそのサロンを適用させるとか、例えばその同じ保険でも、例えば移動手段、あれ保険じゃないですもんね、介護タクシーなんていうのは、なんでか知らないけど、でも例えば移動手段に、保険を適用させると、あえてその保険が使えないから訪問介護を取ったりするわけですよ、あれって、うん、そんな無駄なことしなくてよくなると思うし、僕は移動ピンポイントで保険使えればどんどん外出てくし、外出さなきゃダメですよ絶対に、利用者さんは外出して買い物行ったりとか、どんどんそれが地域のコミュニティで買い物連れていくとか、保険外ですよね。実際サロンに行くと1人大体1000円ぐらい持ってくそうです、あの食事代と、まあ、送り迎えもついたりして1000円ぐらい持ってくそうです。だけどデイサービスで1日使うと1,500-1,600円かかってますから、普通に保険の1割分と食費と、まあ、なんかそういったものも入れるとやっぱ1,500-1,600円払ってるんで、サロン行っても安いですよね。保険も使わなくていいし1000円で済んじゃうし、僕はそっちの方がいいと思うんですよ。だからそういったことを、まあ、僕はダメなんですよ、僕はそれ食ってる方だからそうなってもらうと困るんですけど、困るけどそうしなきゃいけないんですよ、うん、絶対に。はい、勉強不足でよく分かってないようなんですけど、まずケアマネージャーって誰がっていうか、先ほどお菓子価格がない人は誰がケアマネージャーって相当の知識があって経験があるわけじゃないですか。ないですね、未経験全然いっちゃいますね。だから誰がケアマネージャーって一応ね、基準があるんですよ。例えば医療事務何年とか、そうそう、例えば、介護事業を始めて5年の経験があるとか、いろんな条件は一応あるんですよ、はい、例えばドクターだったらもうその時点で受けれちゃうし、いろんなそのあの柔道整復師、あんま師とか、はい、そういった人で何年やってれば受ける資格、受験資格ありますよとか、いろいろあるんですけど、基本的に現場に立ってない人間でも取ってる人たくさんいます。現場知らない人たくさんいます。そんな現場をやってて何年か経験した人がキャンマレージになってるじゃなくて、じゃないです、それだけじゃないです。全然事務方の仕事だけをやってた人がケアマネやってる方も、そうそうそう、僕びっくりしたの言ってね、あそうだ結構ね、病院がね、特養で、ね、ジョイステイっていうとこで、トヨタのね、竹内がやったとこ で、竹内の旦那の方は大きな病院やったらね、潰れちゃったね、まあ有名なね、産婦人科、
豊田の日盛り公園がダーン潰れて、で今スマイルハウスが建てとるマンションね。でそこの地区行ったらまだ 20代前半のさ部屋マネージャーが出てくるんだよ。何も喋らないよ、喋らない、何も説明できない。どうしてこういうことが起きたのって、なんでそんなこと、お前奥なんて言ってるんだから、まだ意識は正常だから奥でやめてくれませんかって言ったら、それはもう現場の 上の看護師の方が偉いんだよね、看護師が押さえつけてる。だから公的な施設でも何でもない。だからあれって役所もだからいいかげんもんね、そうやって役所に訴えるでしょ。しかり調査に行くと調査に出てきてればさ、そうですね、監査といっても事実上監査じゃないんですよ。よっぽどの証拠があったり、よっぽどのことがあれば一応形式上監査行きますけど、あのただその監査関係もこれが厳しくなるみたいで、抜き打ちでもういきなり来る、行くことができるようになるそうです。監査の人たちもかわいそうで、あの愛知県って12人しか、僕が知ってる時は12人しかいなかったんですね、監査やる人は。愛知県事業所こんだけたくさんある、うん、で12人で取るんですか、ね、そうだよとか言ってたからきついよとかって。これはね、2年に1回ぐらいあのああいう丸の内のあの庁舎なんていますよね、終わりよく相談センター。2年に1回ぐらい人変わるから、自分の時に問題起こんなきゃいいんですよ。そうだからね、本当に僕質問攻めするでしょ、で僕ってそれなりに勉強してるから県内連れる絶対分かってると思うから、言うとちょっと待ってくださいってこんな分厚い本って探し始めますからね。そう、僕は法務省と厚生労働省の仕事をたくさんやってるんだけど、法務省なんかでも絶対判行さないから ね、これで書類、この書類でいいですかってあなたの言う通りに直してきましたよって入国管理局でしょ、だから OK ってサインまでしてくれよって、絶対サインもしないからね、自分の名前も書かない、ひどいやつが名刺もくれないからね、やっぱり自分が責任取りたくない。なんか大きな問題が起きるとすぐ移動かける、上は入国管理局ですら、ところがの入国管理局に移動するのはね、だからまあそういう役所ってやっぱりね、それは同じように愛知県もだんだん名古屋市もそんなとこいっぱいあるよね、うん、ありますね。結局もう自分たちでやっぱり、僕は福祉っていうものは確かにその保険だとかそういったものもないと困る、そのためにお金を入れてるわけだから入れなきゃ困るんだけども、本当に必要なところに入れなきゃいけないと思うし、その人手不足っていう業界の流れあるけど、僕は絶対そんなことないと思うし、そのさっき言った介護施設だって不足してるって言うけど絶対そんなことない、もうね飽和状態です、あの介護施設の。だからですよね、本当に必要で使いたい人がね、なかなか入れない、そうです、本当に必要な人が必要なサービスを受けられてないだけなんですよ。だから特養みたいな、例えばあのぐらいの料金の施設さんで特養並みの就寝でご利用者を見てくれる、例えばおむつもちゃんとやってくれる、教育もやっぱり特養ってそれなりに教育も受けてますから、やっぱり僕らよりも高価な研修だとかいろんな制度があって、やっぱり優遇されてる以上はそれなりの教育を受けてる人たちもたくさんいるんで、レベルはやっぱり高いの事実あるんですね。やっぱりそういったことがどんどんこうできていけばいい。で、まあ小規模特養っていうのはつい数年前にできましたけど、あれは今まで社会福祉法人しかできなかった特養が医療法人もやれるようになっちゃったんですよ。医療法人もやれる特養が小規模特養、29人以下の定員なんですけど、ちょっとこうちっちゃい感じの特養ですね。高野さん、はい、すいません。これからの福祉が制度外にするっていうのは私も本当にそうじゃないかなと思ってて、例えば北欧はすごく進んでますよね。あれどうかというとほとんど在宅ですよね。で在宅でみんな自分のずっと住んでて愛着のあるところに住んで、そこにこううまい形で福祉サービスを組み合わせる。やっぱり自分がもし、まあ、だいぶ高齢ですけど本当に高齢でいろいろいるようになった場合は、そういうそのいろんなサービスの組み合わせをして在宅で過ごすっていうのは理想だなと思って、今日福井さんのお話聞いてて本当にいろいろなこう地域でのできる街角サロンが一つですよね、それから地域のコミュニティで、このコミュニティで私メイドックの方で面白いことを考えてる人いて、コミセンが今あんまり使われずにほとんど掘りっぱなしになってるところを夏なんかガンガンに冷やして、高齢の人は全部そこに行くと、で夏に冬になったら暖かくしておいてもうここで過ごしてっていう形で運用する。
でこういうふうなことをたくさんした場合にこれの集約をするのがデイサービスが情報センターとして機能していく、今おっしゃったので私福井さんで一番面白いなと思ったのはあのアパートなんかで空いてるところにあそこがあるよとかそういう情報センター的な役割をこれからデイサービスも持っていくっていう形でさまざまなサービスをいっぱい作ってでそれのこの紹介とか案内を一つ、まあ、デイサービスでやるかどうか分かりませんけどそれをこうしていく本来はそれが居宅の役割なんです、うん、そうですね、ケアマネさんの役割で、結局それをそのグレーゾーンができてその紹介サービスみたいなのができちゃって、うん、自分のとこの法人関係のグループの施設に優位に働くように一応センターを作っておいて、うん、案件来たらそこに流すとで、利用者流してもらうと1人流す20万もらえるんですよ、うん、どこでもあるんですよ20万考えてね、もう儲けでもそれはもう完全にもうメスがありますからうん、もうダメなんですけど、できなくなるんですけど、うん、いるけど、あそこに行くとちゃんといい情報が取れるっていう形 の, あ の,、まあ、あのきちっとした形がやっぱり多分そういう風なものを目指してらっしゃるんじゃないかと思うんですよ。そうですね、僕らが何でもそうなんですけど結局その抑止できるもの、例えばその僕らがその保険外でああいうなんて言うんでしょう、ゴミ掃除から解体からそれこそ水回り の, あの修理からやってるのは、うん、結局そういったことをやれることによって、まあ、悪質さんのところにやれるならついでにやってよというのと、うん、その悪質業者が入った時にあの抑止できる、そこを使わなくてもいい、うん、いいものができるん で, でなおかつあの業者さんが営業をかけるよりも僕らってやっぱ生死最後の死を見届けるまでの仕事をしているので、あの結構ディープなラインまで話を普通にできるんですよ、家族さんも。そこで相談に乗って僕らがやれることをワンストップでできるようになれば、あとは例えばシルバーとアイミス取ってやってもうアイミスで負けないですけど絶対に、だけど本当にそれは業者さん決めればいいこと、安い方がいいならもうそっちの方がいいですよって僕ら普通に言うし、高齢の親を抱えている時に一番本当に欲しいのが、うん、ワンストップでいろいろ手に入る情報なので、ね、うん、聞きに行くともうとにかく分散してて、で、ね、で本当にいい情報が手に入らない、でそれがっていうのといい情報がここに来ればちゃんと入りますよ、で紹介ができますよ、で教えますよっていうのがやっぱりすごくこれから必要になる、うんうん、お金をかからないようにやるにはどうしたらいいかというと、結局は近くの人だったらお金ってかからないじゃないですか、ね、だから地域密着なんですよ。で、僕らはその無料見積もりだとか相談も案件が決まってちゃんと仕事が成立するまで僕らはお代はいただかないので、途中で話が止まったらお金一切もらわないんですよ。何十回かやろうないでしょうか、何回も言いますよ話で、それなんでかと近いからできるんですよ。やっぱりその地域密着っていうのはそこに強さがあるんじゃないかなって、地域の労働力の活用っていうことで、ね、さっきおっしゃったような女性で働きたいけど働けないっていうね、条件がすごく限られて働けない人をうまく組み合わせて、これやっぱりあの雇用の創出っていう意味においても地域密着な、境目で働きに行くのは嫌だけど、私緑区なんだけど、緑区で自転車で行けるところで働けるんだったら働きたいっていう人は本当に山ほどいると思うんだよね。そういう形の女性の雇用が生み出せるっていうところ、まあ、女性だけがねそういうその福祉サービスをするっていうのは問題はあるけど、子育てをされてる方がすごく多いから、うん、やっぱりそのもう看護師として復帰できるまでもうあと5年はやれないなって言ってた子たちもいたんだけど、みんなそこ掘り起こしたんですよ。うちは子供子連れ OK なんで、なんでかというとうちね、あの愛知県って生活相談員をやれる枠っていうのは愛知県って保護さんでもできるんですよ、うん、あの申請上保護さんの資格あると生活相談員やっていいんですよ、保育士さん、うん、で、うちね保育士の生活相談員が結構いて、結局その道でやってきたやつらがいるので、うん、子供連れてきても見れるんですよ、うん、逆に高齢者の子供ってね、まあ、保育園とね、それたちをつけて一緒にやった方が、そうですね、人間関係的にいいですね。いや、これ何年前か前からね、うん、今さっき言ったあの東京の晴海中学はそうやってやってたよね、うん、だから僕らが豊田の歯科医院揃えてね見に行ったことあるんですよ、その視察にね、うん、で1階にと2階に老人施設があって3階かなんかにその幼稚園があって、で交流して、上は中学生がおるんですよ、うん、
4回5回が中学生が多いからね、そんな構図でやってるとこもあったし、ただ今言われることと僕はもうちょっと先のことを考えて、僕は自分なりに今一生懸命どうやってやれるんだろうって、入管の新しくここに来た東大でのすごいやつなんだけど、安藤って首席 の研修留学部門の首席秘書官、これアメリカの日本のアメリカ大使館で撮ったやつだから来たもんだから、偶然いろいろ意見があるんだけど、今みたいに地元の人たちや近くの女性の空いてる人を使って昼間はカバーできるけど、出来上がったら絶対カバーできますよね。どうしても夜中の勤務が難しいんですよ。夜中の勤務を外国人のね、安い労働力じゃおかしいけど、今みたいに EPA みたいに適当に向こうの国から強制されたから受け入れてるんじゃなくて、違う形で厚生労働省を持ってやったらどうだっていうのがね、僕はそういう考え方で、うちの、まあ、オーナーっていうか、うちの僕の親はね、親会社の社長、会長、理事長は、まあ、資産、恐ろしい資産を持ってる人だから、まあ、2億くらい分けてもいいから、とりあえずカンボジアに日本語学校作れと、で、介護学校も作れと、日学科ですぐ話しろと、で、向こうで学校作って、向こうで介護の勉強させて、それでも日本に出てきて、お前ら、重夜勤と中夜勤、深夜勤しかないよと、昼間の勤務はないよと、残念だけど。そういう形の中で技能実習制度を立ち上げていったら、もっともっと施設側ももっともっといろんなことがやりやすくなるし、今まで大きな施設だったら3人夜勤やってるところを1人だけ責任者がおれば2人はとか3人は外国人で補えるっていうのはね、で彼らもまた中国人なんか特にそうですけど、変えていったらまた向こうでもその仕事が将来やれるというところにね、特に中国とかインドネシアなんかは人口も恐ろしく多いですからね、そういうところも考えていかないと、確かにそうですよね、うちの女房なんかで2人だけで暮らしてるから暇で暇でしょうがないですよね、バレーボールやるのが精一杯で58人もらってバレーボールやってんだけど、いいですよ、はい、木沼さんとね、若い人そのうち40歳からもっとだんだん大変ないから親がよく分からなかったんで、親がね、あるんですけど、そうですね、聞いてて思ったのは、やっぱり介護の理想、一番の理想の介護っていうのはやっぱ介護士とかそういうのじゃなくて、周りの人が介護できちゃえばそれで済むっていうのが一番いいと思って、そう聞いて思ったのは、その防災とかと似てるなと思って、防災とかもやっぱり国とか県が何かやるっていうよりは周りの人が助け合っていくっていうのが一番大事っていうのを、それと似てるなと思ってて、で防災っていうのはやっぱり皆さんの危機感も結構最近では広まってきてるっていうのがあって、まあなんか地域でやっぱり防災の団体とかもいろいろあったりするんで、まあ、そういった動きがちょっとずつ出てきてるなっていうのがあって、介護もそういった動きがやっぱり出てきてもいいんじゃないかって思うんですけど、やっぱりまだ進んでないのかなっていう、やっぱり介護保険が取れちゃうから、そこなんですよね、どうせやるならお金欲しいから、やっぱり保険が使えるんだっていうことで、とにかく法人の形だけ作っちゃって、 NPO 法人でも何でもいいや、法人だけ作ろう、法人作って保険を取っちゃう、うん、それで、まあ、じゃあコストをかけずにやるにはどうしたらいいだろう、古民家使ってじゃあ商標でやっちゃおうかな、うん、っていう形でやれば全然お金かからないですね。名古屋市でね、川村さんは好きじゃないんですけども、地域委員会っていう一つね、大きな公約があったんですけど、あれまさに、ね、よく考えると防災もそうだし、それから今の介護のこともそうなんだけど、地域でこうね、地域力っていうんですかね、やればよかったんですけど、あそこも予算を入れちゃったんですか、予算を入れると必ず出てくるのが目いっぱい使わなそうになったんですよ、うん、あれもこれ、あれ街灯も変えとかこれなっちゃって、結局使い切り予算っていう悪いところが出ちゃったんですね、地域委員会って。で本来やっぱりね、地域で皆さんがこう支え合うっていうのがやっぱりベストなんですけども、今言ったやっぱりそこにはお金がかかってきちゃうんで、そうすると使わなそうになった、もうあなた動けても動くなっていうぐらいね、あれもこれもサービスでやるって言って最初介護保険がスタートした感じですね。今だってようやく介護予防とかね、そういう話になってきたんですけども、なかなかそのお金が絡むとそういう話になってきて、ね、介護予防も結局保険から外されていくんで、うん、結局その今の制度からいくと、まあ、予防の人たちはもうサロンですよね、サロンでいいんじゃないかという考え方なんで、あのところでの北野なんかは農協はあんまり一生懸命じゃないんですか、
聞いてないんですか。まあいっぱいありますけどね、でも今日いろんなところ出してますけど、新しいのでも、どうなんですかね。まあパッとしない、パッとしないとは言えないですけど、あそこでカメラ回ってるんでまあでもやっぱり大手さんなんで、でやっぱり田舎社派と強いですから。そうそう、下の気が強いからね。強いです。で、まあ、いろんなことやってますけど、やっぱり当たり障りのないサービスしかしてないですね、どこもそうです。このトヨタは発明作って、あの若林に作りますよね。今まで高岡のところにみんなでやってね、でもこちらに作るんだけど、で、この偶然一級後輩のやつが農業のセンブリージやってるのか、この6月にやめて、もうすでに理事長になってるんだけど、宇野更新とかね、だからいろいろ聞いてると、まあ、通り一遍とかね、でもっと本当に、伊佐さんが言うみたいに、保険の適用なんかどうでもいいと思ったらさ、今農業は何ですか、共済保険がだんだんだん取れない時代になってきてるじゃん。まあ、抱えてくると、共済保険なんか誰もかけないよ、農業の共済保険なんか、バカらしいって、高い割には。だから、共済保険入ってる人はね、優先的に、終身労働法が入れますとかね、そうやってやるのは知恵も彼らではないんだね。まあ、グループで、それこそもある大手の工場からも頼まれて1個、で、施設運営やってくれと。でそれで実はそこの工場を出て、入居する人が出た場合にそこを活用する、で要は最後までもうゆりかごから墓場までじゃないけど、墓場の方は会社で何とかするよというスタンスでちょっとやれんかなっていう話は受けたことあるんですけど、まあ、一緒ですよね。ただやっぱりこの福祉ってね、絶対僕が必要だと思うのは痛み分けなんですよ。絶対にやる側とそのケアされる側の人との痛み分けなんですよ。で、痛み分けができないような人間がでも福祉はやるべきだな。で、だからその、なんていうかな、自分の利益、私利私欲だけで動いてても、面白くないですよね、福祉って。結局、人の役に立ちたいだとか、いろんな根本であって、で、介護もお世話させてもらってとか、いろんなこと言うけど、僕はいつもうちの利用者さんや家族にははっきり言うけど、どうしなすかっていうのを僕、いつも。お母さんをどうしなすかが俺の仕事なんで、僕はもう綺麗事抜きでもうそこだと思ってて、この人たちに対してどう本当最後うちのデイサービスに携わったことによってどうしなすかっていう、そこにいるんですよ僕ら。だから例えば食事を和食の薄味で、この量でとかっていううち一切ないです、で例えば今月1ヶ月 の遊びは輪投げとたこ焼き会となんとかとかって大体予定表ってあるんですけど、うち予定表も一切ないです、何やるかもわからん、明日の気分で決めるもう全部うちはそのスタンスなんですよ。だから食べ物も普通にピザ食べるし、喉の調子悪い人も普通に丸ハに食べに行くし、丸ハ食堂でもそこがやっぱり面白いんです。今まで普通に当たり前にやってきたことを僕らが抑止してダメなんですよ。そう、だからまあ保険サービス、ね、介護保険のサービス中にそれやると違反だよって言われるんだったら、じゃあうちの定休日使ってそこでボラでやればいいわって僕ら言っちゃう。だからもうそういう世界だと思うんです、その人が今まで暮らしてきた日常をどういうふうにそのままいくかって、そういうふうに考えるんだよね。そうです。こっちの決めたのに当てはめて、あんたはこっちにはまってくださいよっていうのが今までよっぽど情報を持ってますよ、やっぱりその今まで培ってきたものの情報量って全然違って、僕らの方はだから僕はいつも従業員に言うのは、いかに利用者さんに迷惑をかけるか、迷惑をかけません、迷惑かけるとかけられた人間で、ね、世話したくなるものなんですそう、だから洗濯物が干せませんとかってわざと言うと、あっちゃけませんみたいなこと言って干してくれます。だから全部やってもらいます、うちは利用者さんに、あの食器も並べるのも全部どんどん やってもらった方がいいと思います。本当にさっき福井さんが言われたように、あの福井さんはこの業界でね、あの飯を食ってられるので、あのなかなか言いづらいところもあるんですけど、福井さんの方がそういう発言があったので、僕もね有料料理ホームだとか、あの会社をやってるところの顧問をさせてもらったりして、まあ、そこで、まあ、僕も実態を知らなきゃいけないので、夜勤やらせてもらったりとかね、あの9万人デイサービスのお手伝いをさせてもらったりとか、まあ、いろんな、まあ、ちょこちょこですけどね、かじり程度あの経験した中で考えた中で、あの今養子縁がなくなるじゃないです
ですが、ね、介護保険の中でも1から5までの、ねね、ランクの中で、例えば有料老人ホームの中にいる人の中でも全然 自立介護が必要なくてねいう人なんかでも一応介護保険料適用になったりしてる部分とかってたくさんあって、それってどこから来てるかっていうと我々の税金から発生してるわけじゃないですか。なので、まあ、僕は本当に今福祉さんが言われたようにねデイサービスとかそういうショートステイとかっていう類のものよりか本当に自分で生活自立で動けれてね何かができるっていう人は、まあ、サロンみたいなところでね、で普段は地域の中でそういうところに通ってもらって通う足の中でね鎌倉先生がやっているような業態の介護タクシーだとか普通のタクシーを使った時に行政の方が割引チケットを出すとかっていう足をね確保してあげるってことが大事で、本当にもうもしこう、福祉の、ね、関係の税金を使うんであればもう寝たきり、もう本当に4-5とかですかね、そういった部分の選別をもっとはっきりした方がいいんじゃないのかなっていうのは、まあ、僕も関わってて、そういうふうに思ったことなんですね。ついの住処になるじゃないですか、施設。でもね、僕はね、ついの住処にはいけないと思ってるの。だから階段式にしなきゃいけないと思う。元気になったら出てって、そうですね、出てくださいって。それを用意しとけばいいんです。そういう不動産とかの強いところと組んで、安く、管理人がいるようなところで普通に生活してもらう、非常にね、出てくださいって。その目に見えないところが、まあ、福井さんのところにも言われてるのにね、そういう有料老人ホームでもしっかり、時代でもそうなんですけど、例えば住職さん来てもらいました、例えば、歯医者さん来てもらいましたっていうところの必要ないのに、ね、わざと来てもらってっていうか、点数をね取ってっていうところがあるんですよね。でその辺はご利用者さんは例えば本当にそう言って言われればそうかっていうふうな感じもあるし、で家族さんの方に確認を取るんですけど、家族さんの方ももうお任せしてるからっていう、ただ家族さんの方がそれはいいです悪いですって判断をしてもらえる家族はいいんですけど、でも名古屋におじいちゃんおばあちゃん、まあおじいさんがその施設に入ってても、その息子さん夫婦はでも東京だとか関東だとかっていうところもいたりするので、そうするともう施設の方にお任せしますっていうになると、もう施設のやりたい放題になってくるんですよね。でそういうところは絶対一般の人たちに目に見えないところで、そこの部分に様々なその施設のところに入った人みんなそういうふうにされるんで、そういうところで言っても我々もその支える部分の、まあ、税金を納める側としてもね、しっかりその辺を見極めながらそういうところの判断できるような、ね、方法を取っていかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけどね。塚本さん、いろいろ件がありすみません、どうでしょう、介護タクシーの宣伝していただいて、地域試験で僕やるべきだと思いますよ。すごい、先生とかもね、ホームページも見させてもらってて大事なことで、で今度うちの、まあ、清須の方でも下見選挙があるので、ね、まあ、介護タクシーっていうとなかなかと皆さん認知でもないので、まあ、介護タクシーも含めて地域の中で介護タクシーの助成チケットをね発行するようなことを、まあ、市会議員の候補にね、ちょっと公約に出ろって言ってやらせようとしてるんですけど、トイレはやってないんですか？トイレもやってますよ。トイレは、あ、市ですか？トイレ市はね、やってないですね。やってないというか、チケットありますね、障害者やろうとか。はい、持ってますもん。あれ非常に使い勝手が悪くて、悪い、各自治体バラバラなんですよ。ところが利用者さんってその自治体の中で動くわけじゃないですよね、はい、例えば明大来たり、いやだから僕は明大行った時はどうするか言ったら、明鉄タクシーで迎えに来てくれるかっていうと来ますよ。だから半額は現金で払って、明鉄ははっきりしてるんですよ。ロードグレーもしっかりしてるから、僕は介護手帳持ってるから、で介護1万6000円くらいの1年間ほとんど使ったことないです。今までほとんど使ったことない、で旅行に行く時に新幹線のために三河原城まで行くのに車乗ってくるのも5日も1週間も10日も置いていけないから、でもタクシーで行って、で面接のタクシーを探して安城駅に乗るときにチケットいいって言って、ああいいんですよ、同じ面接で、いや交換しますから言って面接乗るって言うんですよね、でそうしてるんだけど余ってしょうがないのよ。であれあげようとするとね、他の人にダメだダメだって言うんですよ。結果切ってたらダメだって言うんですね。で僕は薬局なんかで一人薬局があって、ちょうど薬局があ
そこに来るお年寄りでしょっちゅうタクシー乗って来ないと病院に通えない、毎週1週間に1回来る人いるじゃないですか。県内になっちゃうね、やっぱりあすけとか奈良から来る人、あげるよって言うと、あげたら1回分かっちゃってるから、市役所からめちゃくちゃ厳重注意受けて、ね、不正ですね、不正、人に貸しちゃいかんとか、人にその同じ会その人もちゃんと手帳持ってるんだからいいんじゃないのって言うんだけど、いや、現金に変える人もいたんですよ。タクシー会社もそういう噂あったよね。運転手さんと仲良くなってね、うん、余っちゃうんで、年度末で使い、あの出向しちゃうんでって、で少し。僕昔、今だから言うんですけど、10年、5年ぐらい前かな、つけた、入れたばっかの頃に、あの、大和のね、杉さんの、あの親会社ので、大和タクシー乗った時に、運転手さんが、あ、年度末で余っとるでしょって、行きも帰りも、意外と違う人が乗ったことですよ、でいいで、行きも帰りも全部、払わんでもいいわって言ったから、全額、普通は半額しかダメなんだけど、全額いいよって言ってくれたこともあるんですけどね。ああいうのもだけど、やっぱり無駄無駄だね。まあでも何ができれば、何かそれを、悪用するね、抜け穴みたいなところは出てくるわね。まあそれを、あの、恐れていて、いいことに対して、やってあげられることをね、その、ストップするっていうのもあるだろうね。まず、やってから、徐々に改正していくなり、変えていくことっていうのも、大事だと思うんだよね。そこで介護 G メンを使う。本当に言われるようにね、不便ですよ。僕は藤田家が多いから、心臓の方は藤田家が多いから、藤田家まで来ると来る時はいいですよ。地元タクシーの時から応援にしても長いんですよ。帰りは呼ばないんですから、うん、そう、面接呼んでチケット使うけどいいって言って、トヨタから迎えに来たり地球から来たりどっちか適当にやってくれるんですけど、それしか方法がない、うん、そういう問題もいっぱいありますよね。本当の中、いや、せっかくのいい話を聞いてしまって、聞いたことにですね、あの実はあの私が今やっている事業の紹介と、まあ、今日一番皆さんにちょっとお知らせしたいのは、このチラシなんです。実はですね、昨年の12月から愛知県の移住委託をしまして、これはの高齢者対策じゃなくてですね、障害者の通勤移動支援ということで、シンポジウムを開くことになったんです。でこれ何かっていうとですね、あの障害者の方の中にその働く意欲とか、まあ、能力があってもですね、自力通勤ができないために、まあ、就職をまあ断念せざるを得ない方で、これはまあ企業が悪いわけじゃなく、企業側もですね、立地条件によってはあのやっぱせめて自力通勤で来ないと雇いができない、そういう、まあ、就労環境をですね、なんとか改善したいということで、愛知県からの宿題はですね、まず愛知県下 の, あの50人以上の従業員、大きな会社も含めて5300社アンケート調査があったり、あるいは就労支援所だとかですね、それから障害者団体、まあ、そういったところでヒアリングをして、まあ、その結果をですね、問題提供してくれっていう、まあ、宿題をいただいたんですね。でたまたまこの3月22日に、その今言った通勤移動支援を考えるシンポジウムを企画したんですけども、たまたま河村市長が話したら、これは面白いなという話になって、じゃあ大村さんも呼んだらどうだと、じゃあ矢野清美さんもどうだということで、3人がちょうどですね、日程があったんですね。ですからこの3月22日っていうのは、まあ、トークセッションがちょっと中止になってしまったんですけれども、こういった催し物をやりますので、ぜひご参考いただきたいな。でこの辺の全部の、まあ、プロデュースだとか総合司会を高野さんにもちょっと手伝っていただいてですね、やりますので、また合わせて、その時に、当日あの使うプログラムがあるんですけれども、そこにあの協賛ということでですね、もう一枚紙があるんですけれども、もしあれでしたら協賛をいただいて、このシンポジウムを盛り上げていただきたいなということで、お知らせをさせていただきました。よろしくお願いいたします。ちょっとあの福井さんの手の違うんですから申し訳ないんですけど、はい、ということです。はい、ぜひよろしくお願いします。今日も院長下さんももう今日ご仕事に帰られてしまったんですけども、これで一緒フォーラムの方は忘れられてなかったかな。大丈夫です。あんた初めて参加、委員会の初めて参加があった。